さあ、それでは今日の試合ハイライトで振り返ります。さあ、まず WTT のダブルスでも優勝したという木造張本ペアに対して、田添大島ペアというか、いわゆるこう試合巧者のベテラン組が挑みます。まあ、本当にそのインタビューの中でも、はい、お互いこういいコンビネーションでやってるということがありまして、どうでしょう、動きも良かったですかね。そうですね、やっぱ台上を丁寧に戦ってましたし、はい、で勝負どころではその思い切りもあったので、はい、やっぱペアリングの良さを感じましたよね。はい、まあ、チャン監督の中ではやっぱりこうダブルスどうしようか、なんかチームというか選手みんなで決めたみたいな話もされてましたよね。そうですね、やっぱここはチームとして本当に取りに行ったんだなっていうのは感じましたね。はい、まずここは琉球アスティーダのダブルス張本木造りで取りました。さあ、そして第2マッチは木下が大島が連続で出場、そして第2マッチ琉球の方は T リーグ初めてという出場になります松下の対戦でした。いや、この試合に関してはやっぱり松下選手のサーブレシーブの良さが、はい、試合が進むにつれてどんどん生きてきて、後半はもう本当にいいプレーの連続でしたよね。まあ、自身日本式ペンホルダーの初めての T リーガーということなんですが、どうでしょう、やはりこうペンならではのサーブ力、台上のプレーというのは随分こう生きてました。そうですね、結構そういうプレーが見られたので、はい、今後も楽しみですよね。はい、まあ、確かに琉球の方は優勝メンバーの宇田、戸上が抜けた穴をどう埋めてくるかということだったんですが、そういった意味ではこの松下選手の勝利というのはチームにとっても本人にとってもこれ大きな力になりそうですかね。はい、楽しみな存在ですよね。はい、まあ、ですからこれからまた背番号85番の松下が躍動するということも増えそうです。さあ、そして岡場さんもおっしゃいましたけれども、世界4位と5位の張本とカルデラノという本当に今の日本の卓球シーンの中では大一番といいますかね。はい、いや、本当に序盤はカルデラノ選手のいいプレー見させてもらったんですけど、はい、その試合が進むにつれてやっぱ張本選手の引き出しの多さ、こう戦術の多彩さ、はい、改めて強さを感じました。まあ、ですからいわゆるこうスピードあったりパワーであったり、はい、まあ、いわゆるフットワークであったりという技術と対照的に張本選手の方はそれプラス個人の引き出しというのが多かった。そうですね、いいボールもあるし、はい、でブロックで点数も取るし、はい、で相手のミスも誘うし、やっぱ強さを感じましたね。まあ、これ張本選手にとってはいわゆるチームにとって、まあ、それから張本選手は9月の30日から世界卓球へ行きますんで、はい、日本の卓球界にとっても大きな言い方をするとこの勝利というのは大きいんじゃないですか。いや、 やっぱり日本を引っ張っていく選手というのは改めて感じました。さあ、そして第4マッチに昨シーズンの最優秀選手19勝をマークした及川選手、一方の琉球の方は有信大夢選手が登場してきます。まあ、一時期といいますか、これでいきますと第4マッチの第2ゲームにはね、有信大夢というのもまた出てきましたけれども。そうですね、やっぱ有信選手のいいところを、はい、やっぱ及川選手がテクニックで封じて、で、はい、及川選手の少しまたコース取りとか素晴らしいものを見せてもらいましたよね。はい、まあ、ただやはりこう、ね、チーム連敗はしてしまいましたけど、やはり今年の木下マイスター東京にとってはまだ勝ちはありませんけれども、カルデラの、はい、そしてこの及川選手がチームを引っ張っていくという。そうですね、全然もうまだシーズン始まったばかりなので、はい、いや、それ気にしたやっぱり強いチームだと思いますので、はい、今後どんどん勝ちは重ねていくんじゃないかなと思いますね。